武井さんが車椅子バスケでコメントしたときに泣くから釣られて泣いちゃったよなんて。そう。俺もうほんとさ、途中からなんかちょっと涙腺がほんとガバガバになっちゃって、はい、パラアスリートたちのインタビューを見るたんびに涙が出てくるっていう状態になっちゃって。もう、テレビ番組に出る人としてちょっとふさわしくないぐらい泣いてたんで、はい、感情をね、ある程度引っ込めてコメントするべきなんですけど、もうダメだよ。富田宇宙、木村敬一、ワンツーフィニッシュあたりからもう涙腺崩壊してまして、はい、ガバガバになって、はい、何を見ても泣けるっていう状態になってたんで、何を見ても泣ける状態になってました、はい。本当に、家帰ってからもおかしかったです。はい。家帰ってからもなんだろうな、本当に、ヤンマガとかを見て、もう泣いたりしてました。はい。なんか、おかしなことになってます。はい。車椅子バスケは今回の大会を象徴してたな、感動した、だって。車椅子バスケね、最後素晴らしい活躍でしたね、決勝残って。すごいね。みんなすごかったね。なんかみんなすごかった。香西選手のスリーポイントとかすごかったし、鳥海君のチェアワークは本当に世界トップレベルだなと感じたし、ね、その他の選手も本当にみんな素晴らしかったね。なんかね、見てて楽しかったね。本当 NBA の試合を見てるようにこう引き込まれて、昔フェニックスに住んでた時にフェニックスサンズの試合を毎週こうテレビで食いついて、チャールズ・バークリーとか見てたのを思い出しましたね、なんかね。勝ちたかったら登録しとけい。